皆様こんにちは。ゴルフステーション新宿の斉藤です。本日は傾斜の打ち方ということで、前回つま先上がりというのをお話ししましたけれども、今回はつま先下がりですね。つま先下がり、この傾斜のお話をさせていただきます。つま先下がりは結構傾斜の中で難易度高いと思います。でまずこの構え方さえしっかり覚えていただければ、しっかりボールヒットできますので、これもしっかり覚えていってください。まずボールの位置に関しましては、前回のつま先上がりと一緒です。7番アイアンであれば真ん中に置いていただければ結構です。で構える際ですね、通常平らな、地面に対してつま先上がりというかこういう状態ですね。要は前は下がってるわけです。そうすると普通に構えるとボールに届かない状況になりますね、クラブが。ですのでまずクラブをボールに届かせなくてはいけない。それにはいつも以上にちょっと足の幅広げてもらいます、スタンサーで。ここから構えていくんですが、いつも以上に膝を曲げてボールに合わせていく感じです。このような状態です。だからいつも以上に足を広げて膝を曲げて、そしてボールを、ボールクラブですね、ボールセットしていく、このような状態です。でここで大事なのはやはり重心位置ですね。どうしてもね、つま先下がりですと皆さんね、前に行ってしまいそうで、どうしてもねお尻落としちゃうんですね。要はかかと重心に しがちなんですけども、できるだけつま先重心も、つま先重心を切れた時もですね、つま先重心にしてあげる、これ大事です。あまりお尻を落として体を起こさない、できるだけつま先重心で構えていただくのがポイントになります。お尻下げてかかとにしますと、どうしても起き上がって空振りしたりしますので、できるだけつま先重心で、ここからスイングをしていきます。でスイングでポイントとしては、構えた際のこの膝の角度を絶対伸ばさないということですね。これ少しでも伸びればもう届きませんので、しっかり膝を曲げた状態でクラブを担ぎ上げて、でその状態でボールをヒットしていく。で振り抜いても膝の角度を伸ばさないというところがポイントですね。ですので、フルスイングはできないと思います。このように小さいスイングになると思いますが、できるだけ曲げた時の膝の角度を変えないでボールを打っていただいて、フォローも膝をできるだけ伸ばさない。そうするとですね、つま先下がりという傾斜に対してはボールがちゃんとクラブにヒットしてきますので、ぜひですね、今度コース行った際は今の構え方をしっかり覚えていただいてですね、試してみてください。こちらのレッスン動画ではですね、皆様にお役に立つような動画の方をアップしていきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。